はい、では、この動画では、オーダーシティの基本的な使い方について説明したいと思います。まず、最初にやることが、入力しているソースの確認です。でその上で、録音をして、編集する。こうした3つのステップで進めていきたいと思います。まず、1つ目が入力のソースの確認なんですけれども、お使いのパソコンに音声を いろんな方法で取り込んでいると思いますが、このマイクのマークのあるところですね。ここを選択して、自分がいつもメインで使っている音声の入力方法を選択するようにしてください。こちらの画面で出ている例では、例えばこの C922 と書いてあるのが、ウェブカメラのマイクを使う場合。また一番下にある AG06 とか AG03 とあるのが、 オーディオインターフェースと呼ばれるマイクを、マイクとパソコンをつなぐその機械から入力しているというようなものです。で私はいつもこの AG03 というものを使ってますので、これを選択します、はい。1つ目の入力ソースの確認というものは以上になります。では次に2つ目の録音という作業に進んでいきます。入力ソースの確認が終わったら、もう録音はこの赤い 録音ボタンを押せばスタートします。試しに何か撮ってみましょう。こんにちは、マイクのテストです。こんにちは、マイクのテストです。うまくレコーディングされているでしょうか。はい。で、レコーディングが終了したら、この停止ボタンを押せば、録音はストップします。 また続きから録音したい場合は続けて録音ボタンを押すとこのように途中からまた録音が再開されるようになりますこんなふうに自分でタイミングのいいところで区切りを入れて録音を再開したり録音を止めたりというのができるので結構使い慣れると便利かなと思います以上が基本的な録音の方法でした そして最後に3つ目の編集について説明します。編集作業は基本的にすごく簡単で、マウスでドラッグドロップをして、キーボードのデリートキーを押すといらないところがカットされます。また、真ん中の部分もいらないなという場合は、ここでも真ん中のいらない部分を選択してデリートキーを押すと、 間がカットされて、その前と後ろにもともとあったものがつながると、こういうような編集ができるようになります。Ctrl-Z を押すと、一つ前の作業に戻りますので、もし作業を失敗した場合は、Ctrl-Z を押してやり直すと良いでしょう。こんなふうに音声の波形を見ながら、喋っているところ、喋っていないところが一目瞭然で分かりますので、 どこで、えー、編集をするか、どこで分割するか、カットするかっていうのがわりと分かりやすいかなと思います。例えば、ちょっと後半部分は、Delete キーで削除して、一番最初のトラックを再生してみましょう。こんにちは、マイクのテストです。こんにちは、マイクのテストです。うまくレコーディングされているでしょうか はい、こんな感じですね。じゃあ真ん中の2回目のマイクのテストですはいらないので削除します。そして冒頭の無音部分と最後の無音部分はちょっと長いので消してみましょう。こんな風にして音声の編集をしたものをもう一度再生してみます。こんにちは、マイクのテストです。うまくレコーディングされているでしょうか。 はい、こんな感じでですねえ、きれいに編集できたかなと思います。で、再生ボタンを押しても、何かうまく再生されないっていう方はですね、この、この縦線があるところから再生しますよっていうふうになってる可能性があるので、この、最初に移動というところをクリックすると、この、 縦棒が一番先頭に戻りますで、この状態で再生ボタンを押してくださいこんにちはマイクのテストですうまくレコーディングされているでしょうかで、編集が終わったらファイルから書き出し MP3 として書き出しをしておくと良いでしょう デスクトップ等に分かりやすいファイル名をつけて保存します。メタデータタグの編集というものが出てきますが、ここでは気にせず OK を押せばよいかと思います。はい、デスクトップに音声テスト MP3 というファイルが生成されました。以上が簡単な Audacity ーーの編集方法になります。